はい、ではよくない姿勢この背中が丸まって骨盤が後傾してかかと果汁になっている状態を肩甲骨を寄せて骨盤を立てて足の前方で体重を支えたいこの状態を作りたいのですが、まあ、いくつかここからこれにするやり方がありまして、まあ、例えば。えー 手を合わせて背伸びをします。そうすると骨盤が立って足の前方で体重を支えます。で、この手を後ろにちょっと引くと肩甲骨が寄ってこのまま下ろしていくといい姿勢が出来上がります。横から見ますとこの状態から手を合わせる背伸びする。骨盤が立って足の前方に乗りました。で、肩甲骨を寄せて下ろす。 これで出来上がりですね。でもう一つは、まあ、まあ、いろんな表現あると思うんですけども、例えば上からまっすぐ髪の毛を引っ張られるような状態にするとこの状態がスーっと立ってきます。ここから真上から髪の毛をスーっと引っ張ってもらうっていうのもありますし、えー、少しだけ胸を 張って足の前に乗る要はもう胸を張った時点で肩甲骨が寄って骨盤を連動して立ってきますでその時に足の前方に体重が乗るような感覚を持てればここからいい姿勢に入れることができます。これがいい姿勢の作り方のいくつかの例です。